園芸好きの皆さん、こんにちは。Trick or treat。私は園芸大好き看護師のどんちゃんでございます。今日はね、もう少しでハロウィン。全然まだハロウィンじゃないけど、そういう気分で動画を撮っていきたいと思います。改めまして、どんちゃんです。 Yeah, trick or treat。 お菓子を食べないとお化けにしちゃうぞ。お菓子をくれないとだった。 かわいいね。ハロウィンの季節がもうすぐやってきますね。それに伴って出た植物がこちら。じゃーんと見て、すごくないこれ。ミモ唐辛子。ハロウィンパーティー、ハロウィンパーティー。かわいいクマちゃんが乗ってる。クマちゃんとお化け。そしてここにお化けが。俺も怖いんだぞ、こんな顔して。っていう感じでね、おりますけれども、多分ね、こう五色唐辛子のね、仲間だと思うんだけど、ミモと園芸のね、いろんなね、色の唐辛子がついてるよ。ほら、黄色とか、まあ、紫とか。ちょうどやっぱね、ハロウィンのようなそういう空気感ね。え、なんか紫になっていくのか黄色になっていくのか分かんないけど、まあ、そういう感じですね。ちゃんと登録予定品種だって、これも。だから増やしたり転売したりすることはできません。しませんけどね。前ね、五色唐辛子植えたことがあって、まあ動画にもしたことあるんだけど、カメムシがね、もうべーらい湧いたね。カメムシ、何カメムシだったかな、あの前のね動画であるんで、かなり前、本当に初期の初期にあげた動画だったんだけど、ちょうどね、ピーマンか、まあ、ピーマンとかそういうのにつくね、カメムシがおって、あのなんかネズミ色のね、そういうのがバーってついたイメージがあります。あんまりいい記憶ではないね。ただね、やっぱ今ドンチャンネル、あの前の系統のね時も話したんだけど、花がないから、園芸チャンネルじゃなくなってきたんじゃないかっていう皆さんにね、ご心配かけるのはどうかなと思いまして、絞り出して唐辛子買ってきたね。観賞用唐辛子として五色唐辛子作られたっていう感じかな。で、食用ではないので食べれませんよ皆さんね。あ、ちょっとね、麻婆豆腐作るから、ちょっと外の五色唐辛子取ってきてって言ってね、はーい、お母さんって言って、そうやって料理するような、唐辛子ではないです。これは覚えておいてください。観賞期間は6月から12月、ずっと長いと。で、寄せ植えの彩りとしてはね、かなりいいんじゃないかなと思う。育て方はね、日当たりと風通しの良い場所で育てましょうと。発芽適温は25度以上、水はけがよく肥沃な土に植えましょう。鉢植えの場合は花と野菜の培養での問題なく育ちますと。乾いたらたっぷりと水やりをします。観賞用唐辛子は根を深く張らないため乾燥に弱いので、乾かしすぎないようにしましょうだって。まあ肥料もね、定期的にあげていいということですね。やっぱね、ピーマンとかそういう系ってね、結構ね、根っこがこうじゃなくてね、こう張るのよね。強い風でボキーってね、ピーマンの苗が倒れましたっていうね、あるあるでしょう。皆さんどうですか？経験ある方はね、グッドボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。結構ね、抜いたら意外とね、こうなっとってね、あんまり生えてませんっていう感じがあるんだけど、あんまりそうこう気にする感じでもなさそうやね。なんか注意点とかも書いてないし、まあやっぱ水やりで乾かしすぎない、そしてね、虫、まあその点を注意しましょうという感じかな。今こう読んでる感じはね。ただね、ハロウィンいいよね。これ見て、これダイソー。ほら、可愛いかよね。足ブラブラしとる。ほら。ちゃんとね、この唐辛子用で3匹揃えました。ねえ、私がパンプキンさんです。
ていう感じでね、あんまりこうね声のレパートリーがないのよ僕、僕の子供はねすごいなんかいろんな真似してね楽しいんだけど、あんまりレパートリーがないのまあね、そういうチャンネルじゃないからいいんだけど、まあ、ちょっとしっかり五色唐辛子見ていこうかな。こんな感じです。このね唐辛子の部分はしっかり黄色で、まあ、実はそんなに大きくない、しっかり分岐してて、茎は紫、葉っぱも紫、裏はちょっと緑、小さい実は紫だけど育ったら黄色になるのかな、花は紫ね、まあ、ナスビのようなそういう感じやね。まあでもピーマンはナス科だよねあれね。まあでも肥料がやっぱ好きっちゅうことはよく育つんだろうね。ということは一流の入れ方いっちゃおうかな今日はね。この前入れれなかったからもうそわそわして、あのね肥料入れたりとかこうやって動画で喋ったりとか、それがねすごい楽しいの、ね、で五色唐辛子の動画をねあえてこう上げてる人もねそんなにいないんじゃないかなと思ってね。そうだからいろんな植物を僕なりの目線で紹介する、それがドンチャンネルなので、ぜひね皆さん他の動画も見てみてください。はい、というところでね楽しく植え付けやっていきたいと思います。さあ植えていこうかな。今日植える鉢はこちらスリット鉢の6号ね、まあ、二回りぐらい大きいぐらいかな。あんまりね大きすぎるとね毎回言ってるけど良くないですよ。ただあの水切れ打ちしやすいので、しっかり土の量がないとねカッサカサになっちゃうから、まあ、土の量増やしてね、まあ、しっかり肥料も入れて育てていこうと思います。綺麗に育てちゃるけんね、可愛く育てちゃるけんね、ドンチャンネルを応援してね、ハロウィーンパーティー。さあ土入れていくよ。今日使う土もこちらコメリの培養土、これ非常に使いやすいのでおすすめです。安くはないかな、うん、安いね培養土も巷にはたくさん売ってるけど、ある程度ねやっぱ品質が良くないと、まあそれなりというかね、そんな気がする。でちょっと土を入れたところで、カーネーションの登場ですと。チャラーン、マガンプー。肥沃な土が好きっていうことは肥料大好きだから、ちょっとね多めに入れておこうかなと思います。こうです。あ、いいね、非常に綺麗に入った。マガンプのね気をつけるべきポイントは根っこからしか吸収されないから、上に巻いても意味ないのよ。根をね狙って植えないといけません。植えないとしか入れないといけません。ちょっと出していこうかな。さあ根っこチェック。お、根っこね、いいね、うん、こういう根っこだけどあんまり深くはねいかないから、そのまま、まあ、ちょっと型を落とした方がいいのよ。型はね、型を落としてちょっと苔とか生えてるから、その辺はこう崩してあげつつ、根っこ回ってるとねやっぱその後の根の張りがあんまり良くないからね、ちょっと崩してあげる。そうするとね次パーッと根が張ってくれるから、で中心をねしっかり実をこうやって中心をねぐるぐると回しながら、うん、ゴミとかは取ってからね今のうちに、はいはいはいと、いいね。で土をね周りに入れていきます。五色唐辛子はいつ植えたんだっけな、去年やったかな、その前かな、寄せ植えに入れたんだよね。で結局五色唐辛子だけ生き残って、生き残らしとった五色唐辛子にカメムシがめっちゃつくみたいな、そういう感じじゃなかったかなと思うんだよね。だからちょっとここにねオルトランをね入れてあげた方がいいかもしれない、虫予防でね。ここにオルトランがあるからちょっとパラパラっと、まあ本当はもうちょっと根っこの方に入れてあげたかったけど、ちょっと今ちょっとすき込んどこうかな。まあでも浸透して根っこから吸収して、このね薬剤成分が葉っぱに広がるから、これ割といいんじゃないかなと思う。いろんなねお薬があるから、まあ薬もね人によってはあんまり使いたくないなという人もいるかもしれないけど、まあ、やっぱ人間がねこういろいろ園芸をやってきた中で、あこうしたら
もっと楽しくなるのになとかね思いながら、まあ、作り上げてきた、まあ、科学のこの結晶中かね、まあ、病院の薬もそうだけどね、ただ病院の薬もね、あのいいからっちゅって先生が処方されたからっちゅってね、何年間で飲むのもねちょっと微妙な感じはするけどな。うん、今ね薬いっぱい飲んでる人いませんか。いっぱいいろんな内科からずっと何十年ももらってるような人、一旦ね見直した方がいいですよ本当に。なんか体調悪いなとかいう人、ずっと薬いっぱい飲んでてその副作用がねずっとある場合があるのよ。でその副作用が出たっちゅっても病院の先生はじゃあその副作用に対する薬を出すのよね。まあその医者によるけどさ、そのなんじゃ根本の原因の、まあ、解決にはなってないの、そういう場合は。で出た副作用に対する薬を持って、でそれがまた副作用を生むみたいなことになりかねないので、一回ね見直した方がいいですよ。いっぱい飲んでる方、いませんか。あの血圧の薬ね、あとは高脂血症とか、まあ、いろんな薬ね、まあ、大事な薬もあるけどいらない薬もあると思うので、ぜひ一回見直してみてください。はい、はい、というところでね、五色唐辛子の植え付け完了いたしました。はい、というところでね、非常に楽しいハロウィンパーティー終わったね。ものすごく楽しかったよ今日はね。いやーもうね、五色唐辛子はね非常に可愛いから、ぜひ皆さん育ててみてね。それではまたバイバーイっていう感じで、動画を撮っていきました。こんなことしようともね、後ろに僕顔映ってるから、ね、恥ずかしいよね。はい、植え付けね、下五色唐辛子がこちらですね。いい感じやね五色唐辛子。さっきも言った通り肥料が大好きだから、まあ、肥料を多めにして、虫がつきやすいからオルトラも入れました。だから、まあ、あとはこうシュッシュッシュってベニカとか振って予防しつつ大きく育ててね、観賞する。決して食べれませんからね。辛いのあんまり好きじゃないのよ。好きだけど辛すぎると味わかんないから、辛さを味わうよりは辛くせずに味わいたいっていう、ね、皆さんどうですか。皆さんはね、辛いのが好きで辛いまま食べるのか、辛すぎたら味わからないのか、味わからないから辛くしないのか、どっち派か、コメント欄で教えてください。はい、今日のねハロウィンパーティー楽しかったね。ハロウィンって10月の30日だよね。今ね9月の4日、4日かな、今日4日だから、まだまだやんね。ただこの五色唐辛子ね、ハロウィンの頃にはすごいパーティーになってるんじゃないかと思うので、その時はねまた動画にしていきたいと思いますのでね、よかったら、チャンネル登録してお待ちください。今日もねここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ドンチャンネルではですね、他いろんな動画上げてますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。